はい、皆さんこんばんは、にゃんたチャンネルのにゃんた先生です。今回はですね、ちょっと心霊スポット行ってみた。で、検索に引っかからない、心霊スポットがあって、熊本県なんですけど、地元の方しか知らないっていうところですね。で、結構霊能者の人とか、そういう検索に引っかからないところが本当は一番やばいっていうふうに言われてるんで、今回はね、その地元の方の話を聞いた上で、行ってみたところになります。で、ちょっと今からですね、そこに行ってみたいと思います。で、場所がなんかトンネルなんですけど、よくなんか話では、トラックの運転手の方とかがそこのトンネルを抜けると助手席に女の人が乗ってたりとか、窓がコンコンってなったりとか、なんか結構心霊体験が多い場所なんですよね。で、とりあえずちょっと今から検証で、車でちょっとそのトンネルの中をくぐってみたいと思います。はい、ここのトンネルですね。ちょっと早速行ってみたいと思います。ゆっくり走ろうかな。なんか声が入ったりとか、そういう心霊現象起きるんやろうか。本当はね、ちょっと歩いてここ中通ってみようかなと思ったんですけど、めちゃくちゃ歩くならちょっと長いんすよね。ちょうど熊本県と宮崎県の県境のトンネルになります。結構長いでしょう。ちょっと歩いては一気なんだ。なんか普通に走る分だったらね、普通のトンネルなんだけどな。結構なんかここら辺山の結構上付近なんですけど、飛び降り自殺も多かったりとか、なんかいろいろいわくつきの場所らしいんですよね。めっちゃ後ろが気になるっていう。あ、仮面がずれよ。よいしょ。なんでずれるかな。よっ。なげえな。やっぱ歩いては無理やな。はい、とりあえずね、今ちょっとトンネル通ってきたんですけど、何もなかったんで、もう一回ちょっと戻ってみたいと思います。はい、じゃあちょっと戻ってみますね。車1台も通らねえ、マジで。さあ、帰りは何かあるかな。抜けましたね。出ちゃった。
はい、とりあえずね、今のとこ何も心霊現象はありませんでした。まあ、めっちゃゾクゾクしてたんですけど、結構雰囲気あって怖いですよ。まあ、あとは帰って編集するんですけど、まあ、編集中になんかあるかな、どうだろう。とりあえずね、今日の動画はここまでにしたいと思います。一応ね、熊本県の心霊スポットっていうのはいろいろちょっと回ってみたいと思います。でこれからどんどん撮影行ってアップしていきますんで、よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。